首切りの愛なんだよ。どっちも欲しい。星の愛は欲張りなんだ。我が名はめぐみ。アークウィザードを生業とし、最強の攻撃魔法爆裂魔法を操る者。マシキレイライト最善を尽くします。権限せよロードキャメロット。仕方なく残っただけなんだから。あなたの体の傷を治してあげたのも、目覚めるまでパックを枕にさせてあげたのも私のためだったの。しょうがないな。もう一回言ってくれたら聞かなかったことにしてあげる。陰陽は生前、運命は無常。蝶の火を借り、汝の道を示さん。二人の奇跡、キュアミラクル、魔法使いプリキュア。あ、またニヤニヤしてる。あれ、何これ、メタル再生箱。考えたことはない？容姿やコネクションを生まれた時から持ち合わせていたらって。苦手なことがあるなら直接言ってよね。あ、桃ジュースにレモン入れると美味しいわよ。何よその顔は。そういや本土でロボットの犬が売り出されたらしいよ。嘘、何それ。うん、昔男の子と一緒に小惑星を見つけて、青って名前をつけようって約束したの。ほら、これは。私はドーナツを食べたかっただけだ。そしてロードランナー様もな。ああ、あんたね、ありがとう。おい、なんだよその反応。まさかと思ったけど、来ちゃってましたね、ハルさんのところに。そうそう、皆さん困ってるじゃないですか。すごい綺麗。世界で一番綺麗。リアル愛超可愛い。じゃねー、推しのアイドルが妊娠しとる。ノブトという男を探している。お前の娘の部屋に上がり込んだ後消息を絶った。お前がノブトを殺したんだろう。女子になってしまいたい。この世のものとは思えないぐらいの美少女になって死ぬほどチヤホヤされたい。もういない。ああ、先生の計らいで出て行ってもらったよ。つうか暑苦しいから早く離れろ。待てよ、俺そもそも友達いなかったから人ん家行ったことないわ。まあまあ落ち着けって。この豪華な食事はミッションクリアの報酬ですよ。列車は世界から世界を渡る。俺たちはただの客であり、物語の一節を見届けるものに過ぎない。勉強家だからな、間違えて突き詰めてしまったんだろう。勉強のしすぎで記憶が混濁してるみたいだな。何か思い出せるもの